こんにちは、しやすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は理解というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。例えば、ある中学生の子がですね、異性ですね、まあ、男の子であれば女の子、女の子であれば男の子のことを、まあ、好きになったとします。初恋をしたとします。で、そうしたときに、まあ、相手の子のことを理解するとしたときにですね、まあ、好きになったわけですから相手のことを知りたいんですよね。例えば相手はね、どんなことが好きなんだろうとかね、どんなものが好きなんだろうとかね、今付き合ってる人はいるのかなとかね、そういったことを、まあ、とにかく知りたいと思うわけです、ね、理解したいと思うわけです。で、そうしたときに本当の意味で相手を理解する時に一番、まあ、効果的というか本当の意味で相手を理解できる方法って何だろうっていうことなんですよね。で、そうした時に例えばじゃあ自分の頭で想像してみる。相手はね、多分こんなことが好きなんじゃないかなとかね、相手は多分こんなことがね楽しいんじゃないかなとかね、まあ、そういったことをこう頭で想像するっていうことをする場合もあると思います。またはその女の子の友達に直接話を聞くんじゃなくて友達に話を聞いてみるとか、もしくは自分の考え、私はこういうことを考えてる、ね、多分あの人はこういうことが好きなんだろうと思ってるっていうことを誰かに聞いてもらうといったことをするかもしれません。で、もちろんその想像するとかね、友達に話を聞くとかね、自分の考えを言うとか、まあ、そういったことも理解するそのヒントにはなるかもしれないんですけど、本当の意味で相手をね、その好きになった相手、自分が本当に心から知りたいと思っている相手を理解する一番効果的な方法というわけではないんですね。理解のヒントにはなるかもしれないですけど、当然想像であったり友達の話であったり自分の考えであれば、まあ外す可能性も高いわけです。だから理解のヒントにはなるかもしれないですけど、理解そのものはできないんですね。じゃあ本当に自分が好きになって心から知りたいと思う相手のことを知るためにはどうすればいいかっていうことですけど、おそらくね、初恋をしている中学生であればもうね、頭で考えないで無意識にやってることだと思うんですね。で、それは何かっていうと、ただ観察するってことなんです。ただ観察する。もうただ見るってことです。もうとにかく自分が好きになったこのことをね、もう遠くからでも、ね、なんか 見かける機会、チャンスがあれば、とにかく見るんですよ。で、その子の一挙手一投足、話し声、笑顔、そういったものをもう観察するんですよね。見てるわけです。本人は見ようと思って見てるわけじゃなくてね、どうしても相手のことが好きだから、知りたいから、理解したいから、無意識にそういうことをやってるんですね。それをやってる時間が一番長いんですよ。で、それは正解なんですね。相手を理解するための唯一の最も効果的な方法っていうのは、ただ見ると。ただ観察するというのが一番で、それしか本当の意味で理解するってことはできないわけです。想像だったり考えだったりっていうのはね、相手を理解する方法として最も適切な方法ではないんですね。で、逆に相手のことを全く観察せずに、相手のことを全然見もしないで、ただひたすら自分の頭で想像したりね、自分の考え、私はこういうことだと思うっていうことをずっと言ってる人っていうのは、相手のことが好きなんじゃなくて自分のことが好きなだけなんですよ。ね、恋をしている自分自身に酔っているだけなんですね。本当に相手のことが知りたければ、自然と相手を見るチャンスがあれば、とにかく相手を見るはずなんです。相手を観察するわけです。で、そこに何も入ってなければ入ってないほど理解できるんですね。例えば自分の想像とか考えとか意見とか解釈とかですね、分析とか、そういったものが入ってなければ入ってないほど、純粋混じり気がない観察であればあるほど相手のことを理解することができるわけです。で、今はその中学生の子が
初恋をしたっていう例を最初に出したんですけれども、実はこれは自分で自分を理解するって言った場合も全く同じなんですね。自分が自分を本当の意味で理解したいと思った時に、一番効果的な方法っていうのは、ただ見ると、ただ観察するということがとても大切になります。で、人っていうのは自分自身のことを知ってるようで、ほとんど何も知らないんですね。いや、そんなはずはないと。ね、今まで自分はね、何十年って生きてきたわけだから、当然自分のことはね、自分がよく分かってるっていうふうに思いたいんですけど、ほとんど分かってないんですよ、実際は。で、自分自身のことを知ってるんじゃなくて、自分と関係のあることはたくさん知ってるんですね。関係のある情報そのものは詳しく知ってるんですよ。例えば自分はいつ生まれたか、それは自分と時間の関係ですよね。っていうのはよく知ってるんですよ。私は何年生まれですというのはよく知ってるわけです。例えば私はどこで生まれましたとかね、どこで育ちましたっていう場所、自分と場所との関係であればよく知ってるんです。例えば今自分はこういう仕事をしていますっていう自分と仕事との関係っていうのはよく知ってるんですよ。もしくは自分はね、今父親ですとか母親ですとかね、自分は親ですとか子供ですとかね、今自分はね、サラリーマンですとか、もしくは部長ですとかね、取締役ですとか、そういうこうなんかね、役割、社会的な役割についてもよく知ってるんですよ。でも自分は時間でもなければ場所でもないし、仕事でもなければ役割でもないですよね。例えば私は〇〇ですと、私は〇〇ですっていう日本語の中の〇〇に私は時間です、おかしいですよね。私は場所です、おかしいんです。私は仕事です、おかしいですよね。私は役割です、おかしいです、ね、私は時間でも場所でもなければ仕事でも役割でもないはずなんですよね。だから本当の意味で自分のことっていうのを自分でよく分かってないんですよ。自分に付属している関係のある情報についてはすごく知ってるんですけど、自分っていう存在がどんな存在なのかっていうのは実はほとんど知らないんですね。で、私は体です、おかしいですよね。あなたは体ではないわけですよ。私は体ですっていう日本語はおかしいですよね。私の体ですって言うんだったらわかります。私が所有している体ですって言うんだったら私の体ですというのはわかるわけですけど、私は体ですっていうふうには言わないわけです、ね、私は感情ですとも言わないですよね。私は思考ですとも言わないわけです。だから人っていうのは自分に関係のあるものについてはすごく詳しいんですけど、自分そのものについてはほとんど何も知らないんですよ。だから理解してないんです、ね、私は自分として何十年で生きてきたから、自分は自分をよく知っていて、私っていうのはこういう人間ですっていうのは単なる思い込みなんですよ。ほとんど知らないんです。こういうふうにこう突き詰めてね、いや、それは時間ですよねと、それは場所ですよねと、いや、それ仕事ですよねと、で、それは役割ですよねとっていうことを突き詰めていったときに、実際自分ってどんな人間なのかっていうのはほとんど分かってないんですよ。自分で自分のことを理解してないんです。で、それはなぜかっていうと、自分で自分のことをただ観察したっていうことがほとんどないからなんですね。ほとんど自分の頭で考えてるとか想像してるとかね、いう感じなんですよ、ね、自分の過去の記憶を引っ張り出して、こういう経験をしてきてるから私っていうのはこういう人間だっていうふうに思い込んでるだけなんです。実際は、ね、それは過去の記憶かもしれないし、思考かもしれないし、想像かもしれませんけど、その人そのものではないんですよ。だから本当の意味で自分自身を理解している人っていうのはほぼゼロに近いぐらい実際はいないんですよ。で、この理解するっていうことがすごく大事なんですね。で、最初中学生の初恋の話をしましたけど、例えばね、初恋になって相手のことが知りたいと、興味関心があるとね、なんとか付き合ってほしいとね、彼氏になってほしい、彼女になってほしいと思った時に、
じゃあ、どうするかって言ったら、まず相手のことを理解しようと思うはずなんですよ。相手がどんな人なのかわからないと何もできないんですよね。例えばプレゼントをあげるとかね。例えばプレゼントをあげるってなった時でもですよ。相手の好きなものさえ知らないのに、プレゼントを買って渡してもね、相手は全然それを欲しいと思ってなければ、むしろ迷惑になるかもしれないわけですよ。で、それは自分と自分の関係においても全く同じことで、自分が一体どんな人間なのかっていうのを知らないと、ね、その後何をやってもほとんど無駄になるんですよ。だから、まずは自分を理解するっていうことに努める。ね、ありのままの自分っていうものに、の理解に努めるっていうことが大事で、そっから始まっていくんですね、すべては。そして、ありのままの自分を理解するっていうのは、今のままでいましょうっていう話とは全く違うんです。むしろ全く正反対、逆なんですね。今で満足しましょうっていう話とは、180度全く逆なんですよ、ね。理解できたら解決してるんです。もし本当にありのままの事実を理解できたら、もうその瞬間解決してるんですよ。例えば相手がね、初恋の子が、初恋した人が相手の本当のですよ、心から喜ぶこと、本当に心から好きなこと、本当に心から喜びを感じること、本当に楽しいと思ってることをもし知ることができたら、もう解決してますよね。相手が好きなこと、喜びを感じること、楽しいことっていうのを本当にですよ、自分の想像とか解釈、思い込みではなくて、本当にありのままを知ることができたら、もう解決してるわけですよ。それを渡してあげれば、100% 相手は喜びますよね。で、それ全く自分にとっても同じことで、自分が本当に好きなこと、本当に喜びを感じること、本当にやってて楽しいことっていうのをありのまま正確に知ってるなら問題はないはずなんですよ。もうやることははっきりしてるわけだから。もうそれをやるだけですよね。だからありのままを理解した瞬間問題っていうのは解決してるんです。もし問題があるというならば、それは多くの人はね、問題が発生したら問題解決方法を探しちゃうんですけど、ね、方法はないんですよ。見つからないんです。なぜ見つからないかっていうと、世の中にありのままの事実っていうのがほとんど情報として出てないからなんですね。もう 99.99999999% 以上は誰かの解釈か意見なんです。誰かの解釈か意見。それはたとえね、テレビとか新聞とか雑誌とかラジオとかね、なんか一見こう信用性の高そうな情報だったとしても、必ず誰かの解釈や意見が入ってます。ありのままの事実なんてほとんど知る機会っていうのはないんです。だから見つかんないんですよ。人っていうのは何か問題が発生したらね、じゃあそれを解決したいと思って方法を探してしまうんですけど、その方法は見つからないんですよ。それは、その見つかるような感じがするのは、ね、ありのままの情報っていうのが世の中に出てないっていうことに対して知らないからだけなんです。必ず誰かが何らかの解釈なり意見っていうのを元にして情報を流してるんです。だから見つからないんですよ。見つからないのに探してるから見つからないって当たり前ですよね。ないものを探してるわけだからないんですよ。で、本当に自分が心から大好きなことでやってて喜びを感じたりね、本当に楽しいことっていうありのままを知っていたら、もう問題は解決してるはずなんですね。それは自分がやることっていうのがもうはっきりしてるから、もうあとはやるっていう、ね、自分が本当に大好きでですよ、本当に心から喜びを感じていて、本当にやってて楽しいことだったらもうやってるはずなんですよ。もう自分がそれをやってる時が一番幸せなんだから、それをもうやってるはずだし続けてるはずなんですよね。でもそれがまだね、見つかってないと。で、問題だと。だから何か外に情報を探そうということをやってるのは、ね、理解してないからなんです。ありのままの自分っていうものをね、ありのままの自分っていうのを理解すれば問題はないんですよ。もう理解した瞬間即時に解決してるんです。
なので、ありのままの理解っていうのがすごく大事なんですね。で、そのありのままの自分を理解するっていう唯一の方法っていうのは観察すると。ただ見るっていうことが唯一の解決方法なんですね。で、これがしてないし、できないんですよ。で、なんでできないかっていうと、頭を使うからですよね。その観察するとただ見るってことができないんです。見ながら判断したり、評価したり、分析したり、反省したり、非難したり、批判したり、自己説得したりっていうことをやるんですよ、人っていうのはね。ただ見るってことは実はできないんですよ。見ながら判断する。見ながら評価する。見ながら非難する。見ながら批判する。見ながら反省する。見ながらっていう、何かね、見ながら何かをやり続けてるんですよ。そう、だから純粋にただ見るっていう、ただ観察するってことを今までの人生でほとんどしたことがないんですね。だから当然理解もしてないんです。で、なんで、その、非難とか批判とかね、もしくはその、分析とか評価とか反省とかしちゃいけないのかってことなんですけど、それをやってるっていうのは、過去の記憶を引っ張ってきてるんですよ。無意識に、ね。どうやって判断するか、どうやって分析するか、どうやって反省するかって言ったら、過去の経験っていうものを使って、過去の記憶というのを使って、分析したり、非難したり、批判してるんですよね。それを使わないことには、分析したり、非難したり、批判したり、反省したりすることってできないはずなんですよ。だから、そういうことをやり始めた瞬間に、もう、ありのままの観察が終わってるんですよ。もう過去の記憶を引っ張り始めてるわけだから、もうありのままの観察っていうのが終了してしまってるわけなんですね。だから、実は理解っていうのが一番難しくて、一番骨の折れる作業なんですよ。一番大変な作業なんですね。その非難もしない、批判もしない、分析もしない、評価もしない、反省もしない。ただただ観察する、ただただ見る。ただただありのままの理解に努めるっていうのは実は一番難しくて一番大変で骨の折れる作業なんです。人って一日の間にものすごくたくさんのことを考えてるわけです。いろんなことが頭を思い浮かぶわけですよね。で、それをただただ観察する。本当に電車に乗っていて、ただ風景が後ろの方に後ろの方にどん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 流れていくかのように、ただただ見るっていうことっていうのを実はしないんですよ。ついついね、もう考えるんです。で、想像したり考えたりするんですよ。で、その想像したり考えた瞬間、過去の記憶が引っ張り出されてるから、もうありのまま観察してない。つまり理解することができないんです。それは記憶を単に見てるだけで、今この瞬間ありのまま何も見てないことになるんですね。だから、人っていうのは、もうね、そういう大変な、めんどくさい、骨の折れるありのままの理解っていうのに、したくないから、だからもう自分の頭で考えるんです。ね、これはこういうものですと、ね。これはこうですと。これはこういうことです。っていうふうにね、もうすぐどん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 断定しちゃうわけですよ。で、それは何なのかって言ったら、観察するのがめんどくさいんです。理解に努めるのがめんどくさいんです。だから、ね、いや、私っていうのはこういう人間ですと、ね。私はもう自分でね、何十年って生きてきたわけだから、当然私のことは自分のことはよく知ってます。ね、私はどこどこで生まれてね、何年に生まれてね、今こういう仕事をしていてね、今こういう役割で生きてますから。私はもちろん自分のことをよく知ってますよ。っていうふうになるわけです。ね、でも自分は時間でも場所でもね、仕事でも役割でもないですよね。自分ってどんな人間なのかって実は自分のことをほとんど何も知らないわけですよ。だから当然自分が本当に心からやりたいこと、大好きなこと、喜びを感じること、楽しいと思って時を忘れることっていうのがはっきりとこう断言できないんですよね。だから当然それがわからないから問題だと、悩んでますと、一生懸命考えてるんですと。考えちゃダメなんですよ。考えるってことは過去の記憶を引っ張ってきてるわけで、過去の記憶で未来っていうのは何もわからないんですよ、ね。未来ってわかんないですよね。今日の今から何が起きるか、世界で、宇宙で何が起きるかわからないですよね。考えてもわかんないんですよ。記憶では未来に接近することはできないんです。
未来っていうのはもう常に未知のものなんですよ。常にわからないんです。過去の記憶では何もわからないものなんです。わからないものを使ってわかろうとしてもやっぱりわかんないんですよ。で、できることっていうのはありのままを観察して理解に努めるっていうことなんです。そしてありのままが理解できた瞬間、問題っていうのは解決してるんです。自分が本当に心の奥底から好きなことで喜びを感じることでやってて楽しいから何時間やってても全然疲れない、苦にならないっていうことがもしはっきりと明確に分かってるのであれば、もう絶対迷いはないし悩みもないし問題はその瞬間解決しているんですよ。もうやることははっきりしてるわけだから、あとはやるだけですよね。なんですけど、そのほとんどの場合っていうのは自分の理解っていうものをすごくね、中途半端に途中でこう打ち切ってすぐ行動に移したり、すぐ何かね、外に問題の解決方法を探しに行くんですよ。で、外には絶対に答えはないですから、もうこれも断言します。もう外には絶対答えはないですね、外にあるのは絶対誰かの他人の解釈か意見なんです。みんな自分自身の理解っていうのをしてないんですよ。自分自身の理解っていうのはめんどくさいんです。一日いろんなことをたくさん考えて、あ、今自分はこんなことを考えてんだな、あ、今自分はこんなことを感じてるんだな、今自分の体はこんな風に反応してるんだなっていうのを観察するのはめんどくさいんですよ。だからそういうめんどくさいことは誰もやってないんです、ね、今自分はこういう時にね、イライラするんだな、あ、今自分はこういう時に怒りを感じるんだな、今自分はこういう時に利己的なエゴっていうのが自分の中から湧き上がってくるんだなっていうのを全然理解してないんですよ、ね、多くの場合はそれが他人のせいとかね、外の環境刺激のせいとか ね社会のせいとかねっていうふうにこう他人のせいにして、自分っていうものの理解っていうのに全然努めてる人なんて本当 1% もいないんですよ。そういう世の中だからこそ、世の中にありのままの事実なんてほとんど出てないんです。ね、それがたとえね、テレビとか新聞とか雑誌とかラジオとかね、インターネットからの情報だったとしても、全然ありのままの事実とは何の関係もない。基本的には他人の解釈か意見なんですよ。で、そういったものを一生懸命探したって、絶対に自分の本当にやりたいことなんて見つかるはずがないですよ。だって存在してないんだから。であれば、ありのままの自分っていうものの理解に努めるしかないんですよね。で、その理解に努める唯一の方法は、観察するです。ただ見る。本当にただ見るだけなんです。ね、反省したらダメなんです。反省するで瞬間に自分の過去の記憶が引っ張り出されています。そしたらもう今のありのままのこの瞬間の自分ではなくて過去の自分を見始めるので理解することはできないんです。もう本当に電車に乗っていて、ただ景色が風景が後ろの方に後ろの方に流れていく、なんか夜寝てる間の夢と一緒ですよ。夜寝てる間の夢に対してね、いちいち分析したりね、評価したり非難したり批判したりしないですよね。ただ夢ってただ見るだけじゃないですか。それと全く一緒なんです。あ、今自分イライラっていう感情が出てきた。あ、今自分怒りっていう感情が出てきた。あ、今自分はこういう時にこう利己的なエゴな自分が出てきた。っていうのを全部ありのままにね、ただ観察するだけなんですよ。で、それが観察本当にできたらですよ、ありのままが本当に理解できたらもうその瞬間解決してます。自分がこういう時にイライラするってはっきり分かってるなら、今自分がこういう瞬間に怒りっていう感情が湧き上がってくるって正確に理解できてるなら、今自分はこの瞬間利己的なエゴな自分が出てくるってはっきりと理解できてるなら、もう自分でコントロールできるんですよ。だって自分はありのままを知ってるわけだから、もうそれをコントロールできるんで、制御できるんですよ、ね、で、それが制御できないのはなぜかって言ったら、それをありのままの本当の原因っていうのを知らないからなんです、ね、だから他人のせいで自分はイライラしてるんだ、他人のせいで怒りを感じてるんだ、ね、他人のせいで今自分はこういう性格になってるんだっていうふうに間違った解釈でそのまま自分の頭っていうのを無理やり納得させてしまってるんですよね。でも、もし本当にありのままの自分っていうのが理解できたなら、理解できた瞬間、それはコントロール可能になるんですよ。あ、自分はこういう時にイライラする人間なんだっていうのが事実として分かってるのであれば、もうイライラしないんですよ、次からは。自分は今こういう時に怒りを感じる人間なんだって正確に理解できてるなら、もう怒りっていう感じは湧き上がってこないんです。もうコントロールの範囲内に入るんですね、今度は。
だからありのままの理解っていうのがとても大事になるんですね。ありのままの理解っていうのは今で満足しましょうとは180度逆なんです。もし本当にありのまま正確に事実ベースで理解できたなら、もうその瞬間解決してるんですよ。もう自分のコントロールの範囲内に入ったということなんです。もう次からはできるんですよ。制御することができるんです。で、それは自分が本当にね、ありのままの自分がね、その世間の常識とか、ね、親から受けた教育とか学校教育とか社会の常識とか世間体っていうものから一切解放されて、ありのままの自分は何が好きで、ありのままの自分は何が喜びを感じて、何をやってる時に時を忘れて楽しいと思うのかっていうのを正確に把握してるなら、もう悩みはないはずなんです。なぜならもうそれをやってるはずだから。だからありのままの理解をした瞬間に解決してるんです。もちろん人生は良くなっていくんですよね。で、これに時間とエネルギーを投資するんですよ。ありのままの理解というものに時間とエネルギーを最大限投資するんです、ね、これを途中で打ち切ってしまうと、ね、結局答えがないところに答えを探しに行くようになってね、初恋の人がね、相手の好きなことなんて全然知りもしないのに自分の勝手の妄想でね、プレゼントを選んで渡して振られるような、そういう状況になったりするわけなんです、ね、だから確かにね、大変なんです。めんどくさいし骨が折れるんですよ、ね、もうすぐね、いやこれはもうこういうことですと、いやこれはこういうものです、なぜなら自分は今過去にね、経験があるからとかね、過去にこういうそれと似たようなねことをしたからとかね、誰々さんからね、こういう話を聞いたことがあるからとか、テレビで言っていたからとか、ネットの情報にこう書いてあったからって言って、判断を打ち切って、もうこれはこういうものだって決め打ちする方がもう何倍も楽なんですよ。楽なんです。で、みんなそれをやってるから、世の中の情報にありのままの事実なんていうのは何も流れてないんですよ。でも自分だけはそれをやるんです。もし本当に初恋の子がですよ、初恋をしている自分自身に酔ってるのではなくて、相手のことを心から好きなんだったら、やっぱり相手のことを観察するはずなんですよ。相手のことが知りたい、本当に自分じゃなくて相手のことが好きなんだったら、相手のことを知りたい、相手を理解したいって思うんだったら、やっぱり観察してるはずなんです。で、もし自分の人生において本当に自分というものが大事なんだったら、本当に自分の人生っていうものが大事なんだったら、どれだけ時間がかかってもエネルギーがかかってもね、その骨が折れる作業だったとしても、一日にいろんなことを考えている、一日にいろんなことを感じて、一日にいろんな体の反応がある中で、それをただただ観察するっていうね、めんどくさい作業をするはずなんですね。もし本当に自分っていうものが心から大事なんだったら。しか唯一解決する方法はないんですよ。そしてありのままが理解できたその瞬間にもう解決してるんです。すべては解決してます。問題というものはなくなります。悩みも消えます。もうただやることがはっきりするわけです、ね、自分が一番心から喜びを感じてね、大好きなことを時を忘れて楽しくやる、ね、そこに悩みとか不安とか何もないですよね。もうただそれをやるだけなんですよ。だから難しいのは、何をするかっていうそのね、方法を見つけることじゃなくて、ありのままを理解することが大事で、それが一番難しく時間とエネルギーがかかるんですよ。それはもう確かにかかるんです、ね、そんなに簡単なことではありません、ね、多くの場合は人は自分のことを知っているっていうふうにもう決めてるから、ね、もう自分っていうものはこういう人間ですってもう決め打ちしちゃってるので、ね、ありのままを理解しましょうって言ったらね、いやもうそんなことは知ってますよっていうような感じなんですけど、何にも知らないんですよ、自分のことをね。何にも知らないんです。もう知ってるなら、もうその人はね、もう自分の全ての感情とか思考っていうのはコントロールの範囲に入れてるし、もう自分がね、何を やるべきか、何をやった方がいいかっていうのは明確に分かってるはずなんです。だからそこには不安とか悩みとかね、迷いっていうのは一切入ってないはずなんです。なぜならもうはっきりと自分自身っていうのを理解できてるから、ね、そして外には何も答えがないっていうのも知ってるから、だから当然探しもしないですよね。私が一番大好きなのはこれで、これをやってる時に心から喜びを感じて、これをやってる時に時間を忘れて時を忘れて楽しくやれるからそれをやってるんです。もう以上ですよ。
それをずっとやり続けてるだけなんです。そしたら当然うまくいくんですよ。上達もします。うまくもなるし上達もするんです、ね、だから一番大変で一番難しいことに一番最初に取り組めば結局早く確実に着くんですね、目的地に、ね、多くの人はそれを打ち切っちゃって、ね、間違った方向なのに全速力ね、いやもう忙しいからとかね、いやもう時間がないからって走り出しちゃうわけですよ。でいつまで経っても着かないわけですよね。それはそうですよね。自分のことを理解してないのにね、走り出したってね、それはもううまくいくはずがないわけですよ。でね、用意ドンってなってて、今日も忙しい、今日も予定がたくさん入ってるっていう中で、それでもね、やっぱり自分っていうものの理解に努める時間っていうとかエネルギーっていうのをね、1日24時間の中で、1日10分でも15分からでも始めて、とにかく自分というものを理解したいと。自分はどんなことを1日のうちにいろんなことを思い浮かべている人間なのか、どんな感情っていうのが湧き上がってくる人間なのか、どういうふうな体の反応をする人間なのかっていうのを、できるだけありのままに解釈入れずに、非難批判を入れずに正確に理解しようと努め始めたら、これは確実に人生は変わり始めます。そしてもし理解できたなら、その瞬間問題は解決してます。瞬時に解決しているんですね。そして自分のコントロールの範囲内に入ります。次からは制御できるようになるんです。そして迷いなく、悩みなく、不安なく、自分が一番好きなこと、喜びを感じること、楽しいって感じることをただやるだけと。で、人生がものすごくシンプルになるわけですね。だから理解っていうのが一番大事なんです。繰り返しになりますけど、理論としては簡単なんですよ、ね、ありのままの自分を理解しましょうなんてね、聞けばすぐ分かりますよ。でも実際はものすごく膨大な時間とエネルギーを投資する必要があります。でもそれだけの価値はあるんです。もし本当に自分っていうものが大事なんだったら、もし本当に自分の人生っていうのを素晴らしいものにしたいんだったら、それだけ多くの時間とエネルギーを投資するだけの価値っていうのが理解っていうのにはあるんですね。間違ったところに全速力で走るぐらいだったら、正しいところを見定めてから走り始めた方が確実にたどり着くことができるんです。だからありのままの理解っていうのに努めるということです。自分という存在を本当の意味で、思考とか感情とか体の使い方っていうレベル、もちろん言葉遣いっていうレベルで、正確にありのままに事実ベースでどれだけ理解することができるか、理解できればできるだけ制御するコントロールする力っていうのがついてくるので、結果的に一番それが早く自分が目指している場所にたどり着ける道だというお話です。はい、もし今回の動画がですね、お役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。